アニメの感想動画だよ。ネタバレに気をつけてね。どうも、こんにちは、アニメ好きなソノンです。こんにちは、ゲーム好きなアキナです。今回は大きなお友達向けのトレーディングカードバトル作品、ウィクロスディーバーライブの感想です。大きなお友達向けと言っている時点で不穏です。安心してください、健全です。2021年の冬に放送されたウィクロスディーバーライブは、トレーディングカードゲームが原作で、アニメ第1弾セレクターシリーズが2014年に放送され、アニメ第2弾ロストレージシリーズが、2016年に放送されました。本作品はアニメ第3弾です。何度もアニメ化されるのは、すごいですね。まず、カードバトル作品と紹介しましたが、アニメを視聴する範囲内であれば、ライフ制である点と、グローというパワーアップのようなものさえ頭に入れれば、カードの知識が一切なくても、問題がない作りになっているのが、良心的な点です。カードの種類や効果がわからなくても良いのは、ありがたいですね。そして、本シリーズが大きなお友達向けな理由として、魔法少女マドカマギカの影響を受けたのか、旧作品は2シリーズともに少女たちのデスゲームが描かれます。ああ、そういえば、マドマギの放送以降は、美少女能力者のデスゲーム作品が、急激にアニメ化されるようになりましたね。そんな大きなお友達向けな重たいシナリオの、旧作品のイメージを、時代の変化に合わせて一新したのが、本作品、ウィクロスディーバーライブなのです。それだと、前と今でファン層が変わりそうですね。シリアスな方が良かったと思う人たちと、これはこれで良い、という人たちに分かれるのは、しょうがないと思うよ。それで、どんなストーリーなのですか？本作品のあらすじは、カードゲームウィクロスが世界的に流行し、バーチャル空間ウィクロスランドで、プレイヤーがルリグとしてバトルを行えるようになった世界。ウィクロスランドでは3人チームでバトルを行い、セレクターと呼ばれるファンの数を競う。ディーババトルが人気を博していた。圧倒的なバトル、歌、パフォーマンスを誇った、無限少女というディーバに憧れる。高校1年生のアスヒラナは、自らもトップディーバになるという夢を叶えるために、自身のチームのオーリミットを結成して、ディーババトルに挑戦する。ウィキペディア参照。歌とかファンとか、なんだかアイドルものっぽいですね。だから、タイトルにディーバとライブが入っているのかな。そうですね。本作品のカードバトルには、観客の人気も勝敗に影響する。だから、人気獲得のため、歌やパフォーマンスを行うユニットが多いんだよ。ますますアイドル作品ですね。でも、カードバトル作品だからこそのストーリーが、そこに描かれる。トレーディングカードは好きだけど、過去のトラウマから、ライブパフォーマンスは嫌だという子がいるのです。だったらライブをしなければいいんじゃないの？チームメイトたちも、無理強いせずに意見を尊重してくれる。そこを、挑発に乗ってあっさり約束を破る流れは、コメディとしても楽しめるようにできている。もちろんトラウマ克服のためのフォローもあります。デスゲームだった旧2作品では考えられなかった。対戦相手が、バトル外でアドバイスをしてくれたりします。そうやってライバルたちとも仲良くなりながら、次の強敵とのカードバトルを戦い抜いていく、キャラクター同士が親睦を深めていくストーリーは、まさに、朝や夕方に放送される子供向け作品の様相なのです。旧作品は重いシナリオが、大きなお友達向けなのはわかりましたが、ここまでの話を聞く限り、本作品は、どの辺が大きなお友達向けなのですか？すでにお気づきだと思いますし、何がとは断言しませんが、大きい娘が多いのです。ああ、確かに。旧作品との違いすぎる雰囲気ゆえに、物足りないと感じることもある作品ですが、コメディも混ぜた友情ストーリーとして楽しめるし、一部に関しては大きなお友達向けだったりするよ。確実にその一部目的の人を釣りに来てますよね。どうせ、ソノンさんも釣られた口でしょ？失敬な、私は、メガネっ子に釣られたんだよ。そんな目で見つめちゃ、いやん、